今回紹介するのは「早々の仕事したち」という本です。葬儀業界の市場は右肩上がりの1兆6千億円規模は拡大を続け家族葬、自家葬、合理化、感動化とお別れのスタイルは多様化している一方で団塊世代が80歳代となる 超多死社会が間近に死の現場に携わるプロたちの生の声、尊厳をもって送るとは自らを語ることがあまりなかった職種を通し、死を見つめる、火葬場に勤めた知り合いに、親戚は辞めるように説得する、弔いというものは、大事な職業でもあるのに差別されているものだ。例えば、葬儀屋も。 堂々とと営んでいるところは少ない。このルポのいいところはかなり多くの人に取材しているところ脳幹葬儀者その人たちになぜこの職業を選んだのですかと聞いていく答えは様々だがどちらかというと意み嫌われる職業を選びそれに従事する人にもある 埃のようなものを感じさせる取材力のゆえんだろう。両書だと思う。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。